新庄監督、マー君に言及。日本ハムの新庄剛志監督は楽天を退団することになった田中将大について言及。実績がありすぎてどうなのかな。扱いづらいとかはないんですけど、僕は気にしないから。ただ、プライドとか、年俸も下がるだろうしと語り、獲得には慎重な姿勢を示した。それよりも、他球団を戦力外になった若手らの発掘に興味があるようで、クビになった選手全員欲しいくらい。僕のところに来たら買える自信がある。移籍を希望しているとされるソフトバンクリチャードについても、エスコンフィールドは狭いから、当たるかもと動向を見守っている。しかし、新庄を見るたびにミスター、バターを思い出す。なんだかんだ普通のこと言ってるな。田中はエスコンでは投げやすそうなので、セリーグへ行ってちょ。里崎さんが言うには、新庄監督なら、田中投手は扱えるよ、と。新庄監督はくすぶってる若手の才能を開花させるのに、やりがいを感じているから、マー君はいらないと思う。リチャードめっちゃ欲しそう。監督、ああいうタイプの選手好きだからな。安楽の一件でも、新庄さんの性格に合うとは思えないしね。新庄剛志監督は、田中さんは微妙なんだね。あとはフロント次第か。ノムさんの後継は新庄監督か。生きていたら、どんな話をしただろうな。まずはセイミヤだよね、支配下に上がれたら良いけど。本当は、三浦瑞希も中田圭介も総取りしたかったんだろうな。噂はについては誰も聞かなかったのか？田中を拾うとこは収益目当てだよね。マー君の安楽の一件で一気に株を下げた感じがあるな。実績は十分だけど、来たとてチーム内の影響を考えると二の足を踏んでしまう。実力はもちろんだけど、ちょっとした声かけや気遣いなどでめちゃくちゃモチベーションが上がりばける若手はいそう。新庄監督がおっしゃっているのであれば、本当に変わる気がする。不思議な方です。縁があれば良いですね。正弘は北海道の宝なんだよ。あの夏の姿を道民は忘れたのか。北海道で最後を迎えさせるくらいの懐の大きさがあってもいいんじゃないの。田中正弘が復活したとしても、長い目で見たら若手の才能を開花させた方が良い。